これはもろに抑えられてそのまま、いやものすごいぞ、豪快ですね、豪快だせね、やっぱ大型選手って感じのプロレスしましたね。はい、そうですね、ケリーはそれにしてもすごいですね。さあチャンピオンチームの合体だが、これはうまく高子が抑えて足を抱えてバックドロップ、さあそして満を持して登場、堀田もう今までの一歩を離すでしょう、こういう連携が一番いいんじゃないですか。うん、あー後頭部もろに決まった。さあ先ほどから攻めまくっていた関西もさすがにちょっと立ち止むか。さあ関西堀田一転してパワーとパワーのぶつかり合いになってきました。串刺しのラリアット、今度はお返し、串刺しのニールキック、ちょっとあたりは浅かったが、でも本当まあよく届いたなって感じですね。はい、そしてさあダブルアームに抱えて得意のチャンスですよね。はい、タイガー、ああ、うーん、あーしかし、あ腕を取って今度こそいった、いやしかし、ああ大投げになってた、勝っていってれば、そうですね、今ひょっとしたら、ひょっとしたかという感じです。一番大きいチャンスですよね、はい、今のも。おっと、いやしかしまだ堀田にはね、あのタイガードライバー、連携のプロミットドライバーという一撃必殺技を持ってますからね。あれがまだ今日はパワーボム系はいっぱいあるんですね、割とね。ですね。あ、しかし JWP チーム、あーしかしこれは自爆、うーんちょっと安易に連携を狙いすぎた。そして今度はこれはこれは、あ合体ね、あーすごい、あーとすごい黒字に曲がってしまった関西、これは差し物関西が効きましたね。あーそしてもう一発いきます、タイガードライバーかなり角度高角度、あ高くのカットもあったんですけれども、やっぱり手持っちゃうとダメじゃないですか。あ、しかしも今度こそ決める、次は決めるんじゃないですか、はい、あー出ますね、デンジャラスな技だ、デンジャラスな技だ、出ましたピラミッドドライバー、カウント、これは返せるでしょう。いやさすがの関西もね、これだけの技も技で見たことに返せないですよね、これはね。またあの尾崎選手から取ろうとしないで、はい、ダイナマイト関西から取ろうとしたところは、なんか、お返しって感じ、意地があったんでしょう。いやー、あの巨漢関西から合体のね、のど輪落としから、そしてタイガースープレック、タイガードライバー、そして最後は殿下の宝刀ピラミッドドライバーで、なんと関西から2本目を取ったこの全日本女子チーム。関西が弱っちゃうとあのチームも困っちゃうんですよね。そうですね。ね、そうです。まあ大崎選手の力が落ちるとかそういうことじゃなくても、まああくまでねやっぱり関西あのデコボコの良さがあったじゃないですか。うん、だからいやお互いに役目は結構決まってるから、はい、あのタッグチームとしてはやりやすいかもしれないですけど。はい、あこれでまあ星の上では五分と五分。いよいよ決勝の3本目、今ゴングになりました。すでに両チーム2本合わせると30分以上戦っちゃったわけですね。ですね、もうすでに長期戦ですよね。3本目、あどういった展開になるのかも、あーっと、あバンテージっていうか、はい、あのコンセプトをね今巻いてますね、巻きましたね。やっぱりだいぶ腰が悪いんでしょうか。あしかし関西よみがえっちゃいましたね。あれだけの技を食らいながらかさずバックドロップで返した関西、このままバックドロップ本当によく使ってきますね、なんとも、あの展開を変えるというかね、流れを変える一つの技としてバックドロップを使っているようです関西。さあここは関西がかなり先ほどの攻撃でダメージを受けているので、尾崎が頑張っていかなければいけないチャンピオンチーム。どうですかこれ2本目に2本終わって1対1、3本目に突入しましたけれどもね、前女チーム王座奪回へどうでしょうか、感触は。まだまだこれから分かんない、まだ分かんないです、うん、ここまではどうですか、
トヨタさんになって。そうですね、やっぱチャンピオンチームの方が結構攻め込んでますよね、うん、そうですか。2本目はね、かなりいい連携で取りましたけれども、でもこれからきっとやってくれますよ。そうですか、はい。どっちのチームがフラフラになってるって感じでもないですね。まだ、はあ、まだ平均的に疲れてるっていうか、みんな平均的に疲れてる。変な言い方だけどね。あと、あっと腰に巻いていたコルセットを取って、うん、あとこれは、そして今度は腰に、ああいうの似合いますね、大沢選手ね。ヒール的なね、まあ、これってもともとヒールでしたからね、しばらく。先ほどね、腰を悪くしている部分というのを、かえってこのバンデージを巻いて露出してしまったかのような、巻かない方が良かったんじゃないですか、うん、なんか巻いたらいかにもそこを痛めてますって教えてるようなもんですよね。ちょっとその辺はちょっと失敗だったかなという感じを高く感じそうですね。やはり実力拮抗してますので、怪我をしているところ攻められたりすると、これは致命傷になるかもしれません。このタイトルマッチ、さあ先ほどのコルセットが裏目に出てしまった高子、腰をね、これはもうレスリング鉄則なんですけれどもね、まあ相手の痛めているところを攻めていくという非常にもね、あっとなんとそこの腰になんかレッグドロップというよりはヒップドロップですよね。大きなお尻ですからね、共に食らうとシフォンといっちゃいますね。感じ、あ、フェイスクラッシャーで、ああもうこの辺もね、いやーわーっと腰を重点的に踏みつけて、やはりまあ、JWP になってね、ヒールということは言われなくなった尾崎ですけれども、この辺は血が騒ぐんでしょうかね。なんとも憎たらしいファイトを展開している尾崎。ちょっと高子心配ですが、大丈夫ですかね、これ腰は。長い間攻められます。さあ、髪の毛を引っ張ってね。アップといえというね、この尾崎、ちょっとまた高子が攻められています。ちょっと腰が心配です。あっとドロップキックで返した、なんとかタッチをしたぞ。あ、強烈なハイキック。でもなんかどっかさばいてるって感じ、ね、そうですね、あのわざとこうね、体を飛ばしてブロックしてるって感じですよね。それで今度はね、下を蹴っていきました、堀田。慌てて関西がフォローに入りました。あー、そしてバックドロップ。やっぱりパワーありますからね、どこ持ってもぶん投げちゃいますね、関西のバックドロップ。そしてお返し、エルボー。ここに引っ越させ、堀田。と関西って本当に何かこうファイトスタイルしてますね。エルボーの打ち方一つからね、意識してるんですね。ああ、そしてショートレンジのドリアフォールパイルドライバーが、あー、脳天突き刺さりました。これは一転して全土チームチャンス、挑戦者チーム流れがこの辺で変わってくるか。ああ、来ましたね、これは。これですか。はい、さあ、堀田の蹴りが入った。うわ、痛そうですね、これは。いや、今カメルクラッチで固められそうになった尾崎の表情がなんとも良かったですけどね。なんとも言えない気持ちですよ、これは。やべえっていうね。うわ、これも強烈だ。やはりこの辺は体重が軽い部分ね、ガスガスと持ち上げられてしまう。ああいうね、投げ技ってあんま堀田選手やらないよ、ね、本当はあんまりやらないみたいな、はい、で今度は高子蘇るか。ちょっと後手後手に回っていた高子ですけれども、この辺から息のいいファイトを期待したいところです。2連発は2のストーンパイルドライバー、もう一発いきますね、これは。ここで頑張ってほしいですね。そうですね、その人は3発もやっちゃうって面白い。